新入社員のエクセル研修ならユースフルフォービジネスで検索。データの合計を瞬時に求めるサムイフス関数やっていきましょう。はい、どうも皆さんこんにちは、おさとエクセルのおさです。このチャンネルでは皆さんと一緒にビジネスの現場で役に立つ知識を学び、日本の働き方を変えていきます。はい、というわけで本日はサムイフス関数やっていきますが、合計をするサム関数は皆さんご存知ですよね。足し算をしてくれるサム関数です。あれと結果的には同じことをします。サム関数とね、サムイフスって言ってるぐらいですから合計するんですよ。ただイフスっていうのがね、ある条件を満たしたものだけ数値集計をするっていうね、合計をするっていうような関数になります。この関数はね、でこの関数の実務的な使い方、使いどころは実は前回学習したカウントイフスと非常に似てます。ですので今回の動画でもしわからない方は、前回の動画の方が丁寧に説明してますので、そちらの動画をぜひご覧ください。右上のインフォメーションカードに載っけておきます。はい、というわけで早速ワークシートでこの使い方見ていきましょう。一緒に頑張りましょう。チャンネル登録もよろしくね。はい、こちらのワークシートをご覧ください。本日はサムイフス関数を2つの事例を通じて学習していきます。こちらですね、前回カウントイフスで学んだ時と全く同じデータをご用意してます。はい、ただやることが変わってきますね。今回は動画広告枠何件今期売れたのかっていう話ではなくて、何円売れたのかっていうね、売上合計を求めに行きます。まあ、具体的にはですね、こちら売上が書かれている E 列の中から動画広告枠に関連するところだけ、すなわちこういったところですね、の値だけを合計して、こちら I3 にその集計値を出してくださいというふうにサムイフスを使って算出します。ではまあ早速やっていきましょう。本日はですね、前回細かく相対参照とか絶対参照やりましたのでサクッといきます。ただ、引数だけね、最初注意です。サムレンジ、クライテリアレンジ1、クライテリア1と書いてますが、日本語でいくとこんな感じです。はい、引数の1つ目としてますが、合計対象範囲。で、2つ目、条件範囲1。で、3つ目、条件1とございますね。要は、1つ目にはどこから計算すればいいのかっていうのを Excel に教えてあげます。じゃあ、今回ね、先ほど見たように E 列を選択して、はい、このような形で、まず、絶対参照にしちゃいます、この段階でね。E3 から E999 の中から計算してこいと Excel に指令を出しました。じゃあどういった条件に一致するものを探せばいいのっていうことで、今回は商品名が書かれた F 列をこのような形で絶対参照で範囲指定します。で、3つ目の引数いきましょう。コンマを押してクライテリア1、条件としては何を指定すればいいの。こちらですね、 H3 に書かれている動画広告枠という文字列に一致するところを引っ張ってこいというわけですね。これでエンターを押しましょう。はい、そうすると、はい、冒頭で見たように1億6900万みたいなね、数字が合致したわけです。で、これで下にコピペすると、うまいことすべて計算してくれてるわけですね。このような形で計算してくれてます。っていうのが、サムイフスの使い方です。ね、カウントイフスと何が違うかっていうと、1個目の引数がね、違いますね。そこだけ要注意です。では、こちらもサクッといきましょう。やること全く一緒です。はい、こちらはまずサムレンジ、こちらですね、ちょんちょんと選んで絶対参照 F4 でしますと。クライテリアレンジとしましては、今回は商品名の F 列をうまいこと選択して絶対参照にして、3つ目のクライテリア1、条件としまして動画広告枠を引っ張ってくる。これね、先ほどまでと一緒ですよ。ただこれからね、コピペうまいことセル参照するために、今回はここ複合参照、特にH 列を固定する形で複合参照をします。で、4つ目の引数いきましょう。今回はね、動画広告枠だけじゃなくて縦のマトリックス型ですから、今回は氏名佐藤陽介さんがどんだけ売り上げたかっていうのをね、知りたいので、今回は C 列3から999まで選択して絶対参照にしておきます。で、コンマを打ってクライテリア2、すなわちこの緑の範囲指定の中から佐藤陽介さんというデータを探してこいということをお伝えするわけですね。I7 と書きました。で、この I7 のところもうまいことですね、複合参照にしましょう。今回は7行目を固定する形で複合参照ですね。 F4 キーを2回押しました。これで括弧を閉じてエンターを押すと、はい、サムイフス完璧に出来上がってます。
これで右側にコントロール R で貼り付けて、コントロール D で下に貼り付けるというわけですね。で、これが果たして本当にそうなのかっていうのを見に行きましょうか。20060というふうな数字を持ってますが、この数字覚えててくださいね、佐藤さん。佐藤さんを見に行きます。佐藤さんの、今回は動画広告枠ですね。ピンピンピンと。で、これで全部選択して右下見に行くと、はい。2627956という形で、先ほどと全く同じ数字。はい。この数字と全く同じですね。というような形で、サムイフス関数というものを使いこなすことができます。本日のワークシートはここまでです。Amazon レビューお待ちしてます。はい。では本日の学びをまとめていきましょう。ポイント3つです。1つ目。サムイフス関数というのは、ある条件に一致するセルのデータの合計値を拾ってくれる関数だというところです。これが1つ目のポイントですね。合計値です。2つ目のポイントは、第一引数をマスターすること。すなわち、第一引数には合計対象範囲というものを指定するということですね。Excel がどこから計算すればいいのか、どこを合計すればいいのかっていうのを分かるように指定するのがまず最初、第一引数のやることです。これが2つ目のポイント。最後3つ目。3つ目はですね、第二引数と第三引数。ここに関しては、前回学んだカウントイフスと全く同じですね。どこからその条件に一致するものを見つけてくればいいんですかっていうのをまず第二引数で教えます。で、そして3つ目の引数では、条件そのものを教えてあげるというわけですね。これら総じて今日の3つのポイントでした。はい。でですね、まあ書籍の中ではアベレージイフスというね、サムイフスに似た関数とかもご紹介しています。まあ、アンケート集計とかにね役に立つんですけど、まあ統計的な知識がないとちょっとまあ誤って使ってしまうこともあるんですが、似たような関数は効果的にね学習できるかなと思いますので、ぜひ Google 検索などなどしてみてください。ではチャンネル登録ボタンこちらに置いておきますので、ポチ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 押していただけると嬉しいななんて思ってます。はい。というわけで本日も最後までお付き合いありがとうございました。また明日も頑張りましょう。チャンネル登録よろしくお願いします。というわけで See you next time. バイバイ。マイクロソフト365と生成 AI に特化した組織 DX サービス、ユースフルフォービジネスで検索。